こんばんは。こんばんは。こんばんは。皆さん、明けおめです。こんばんは。クロちゃんじゃないですよ。こんばんは。イェーイ。みんな、たくさん遊びに来てくれる。嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。鬼。いや、間違え。皆さん、こんばんは。どうですか、鬼。鬼ですよ。こんばんは、こんばんは。今日は節分ですね。こんばんは。鬼は外。いや、私どっか行っちゃったらちょっと大変なことになっちゃう。こんばんは。やっほー。いや、君はクロちゃんだ。確かにそのイメージは強いかもしれない。キャンディーありがとうございます。ありがとう。今日はね、節分なんですよね。そう、なんか124年に一度のあれみたいですね。なんか2月2日の節分の日みたいな。ねえ。恵方巻き、夜ご飯に食べました、ちゃんと。なんか、ちゃんと向いては食べたんですけど、喋っちゃって、なんか 食べた時に、私あまり野菜が得意じゃなくて、その中でも得意じゃないものがあって、えって言っちゃって、もう。願い事は叶わないって感じですね。恵方巻き食べてない。美味しかった。なんかお酢のご飯がすごい好きなので、もうすごい美味しかったです。きゅうりも入ってたかな。きゅうり入ってたと思う。しおりん、こんばんは。カチューシャかわいい。そう、これ久々につけたんだよね。そう、こういうパール系が流行ってるというあれだったので でですね、今日は30分って短い時間なんですけど、皆さんぜひ楽しんでくれたら嬉しいです。そうで、なんかこの LINE ライブで、ポイント数1位の方だけ、なんかクリアファイル、直筆のクリアファイルが当たるっていう企画がありまして、55分にポイント、なんか一応作ったんですよ、これ。ちょっと字汚いんですけど、さっき結構頑張って作ったんですけど、見えます？ちゃんと字汚いかもしれないんですけど、ちゃんと書いたんですよ、分かりやすく説明するために。そう。えらい、ありがとう。そう、ポイント数が1位の方にだけ直筆のサインがプレゼント、ファイル、クリアファイルが当たるってなってて、で55分にポイント1位の方の結果発表をします。それで1位の方は、上のポイントをタップして、ポイント、あ、P、PT ってとこの PT とこをタップして、なんか自分でスクショするのかな、自分でスクショして、それを原宿駅前パーティーズのホームページを見てください。ホームページを見て、そう、そういう感じで発表されると思うので、ちゃんと見てください。という感じです。こんばんは。つかもライブ初見かも。ありがとう。バラありがとう。まあ、詳しくはね、またツイッターでもご報告すると思うので、この終わった後に。そう、当たった方、ね。当たった方っていうか、ポイント数が1位の方、ポイント数1位の方、当てっていうのかな、向けたような詳細をまた出すと思うので、ちょっと分からなかったって思った方は Twitter とかでコメントぜひしてください。ポイント、すごい、これどうギフトを送るとポイント数が上がるって感じですね。変顔して、一発目、ちょっと可愛くしてから嫌だよ。ちょっとすごい、ボサボサになっちゃった。そう、それで今日の、お題は、静岡について、静岡のおすすめについてね、まあ少し話して、あとはフリートークしていこうかなって思ってます。たくさんコメントしてくださいね。で、静岡のおすすめ、皆さん静岡来たことありますかね？
そうツインテールの日だからツインテールしたんですよ。そう忘れてた節分ばっかり。そうルチャからのお題、そうそう春にお題もらって静岡のおすすめの紹介をてかお話をしようかなって思ってます。静岡爽やか、そう爽やか、爽やかはもう本当に行きたいけど結構混んでたっていうね、ファンの方も結構聞いてて、そうだから行けなかったっていう人もいて、私はもう断然爽やか派です。爽やか派、爽やか推しです。本当にいつ食べても美味しい、もう疲れた時に食べるのが一番美味しいんですけど、そう最近は全然行ってない。爽やか行きたい、ぜひ行ってみて。本当に静岡来た時は絶対来た方がいい。でも混んでるかもしれないけど、そう絶対来た方がいいからね。爽やか待ち時間が確かに爽やかじゃないね、それはうまいわ爽やかのハンバーグまた食べたい。もう食べてほしい本当にね。遠くからだとなかなかね来づらいっていうのはあるかもしれないけど、爽やかの待ち時間ディズニー超えてる、超えてるかな、でもまあ一緒ぐらいな時もがあるかな。静岡おでん食べてみたい。静岡おでん、おでん、静岡おでんってある、あ、キャンディーありがとう。髪染めてる染めてないよ、待ってすごい長いじゃん。ツインテールいいね、あ、ありがとうカズさん、すごいキャンディーすごいありがとう。静岡の有名な観光地は私的に一昨年かな、一昨年行ったところがあって、なんか三島の三島スカイウォークってすごい長い橋があるところがあるんですよ。そこはすごい絶景ですよ本当に。なんか森に囲まれてました、森に囲まれてるんですけど、もうすごい高くてしかも長いからちょっと怖いって方はちょっと無理かもしれないんですけど、すごい景色が素晴らしかったです本当に。で私夏ぐらいに行ったかな、夏に行ったからちょっと暑すぎてもう本当にやばかったです。私はベースメイク何使ってる、何だったっけ、なんか修学旅行で行った時にね買ったんですけどね、あメイク動画とか YouTube のメイク動画とかに載ってるかもしれない。おいしいうなぎ屋さん、おいしいうなぎ屋さん特定ではないけど全部おいしいと思うどこのうなぎ屋さんも静岡おいしいと思います。静岡お父さんが毎週出張、そうなんだ、自然がすごくて空気がいいよねそもそも。もう夏は過酷そう、すごかった、もう本当に汗止まらなくて本当に写真を撮るどころじゃなかった本当にももちゃん辛いもの好き、ペヤングとかプルダックポックンミョン、食べたことない、辛いものね、なんだろう、ある程度はいけるんだけど、なんか食べ物の種類によってはダメっていうやつがあるかもしれない。そうツインテールかわいい、ありがとう。浜名湖パルパルは行ったことあるよ、あれもうなんか全然行ってないけど本当に何回か行ったことあるけど楽しい、普通に楽しい、なんか子供から大人まで楽しめるみたいな感じだから楽しい。そう私は初めて、どのぐらいだろう、小5ぐらいに初めて行って、もうなんかもう乗り物乗れなくて最初怖くて、でも浜名湖パルパルのおかげで絶叫系が大好きになったんですよ。そう感謝、本当に感謝。辛いラーメン食べれる、食べれ、もう本当にね食べれないの、そうラーメン系が食べれないの本当に、もう暑いし暑くなるし、もうなんていうのピリッとした系が食べれない本当に。そう今日ハイキュー全巻読んだんだけどすっごい感動したから、ハイキューってバレエのやつか、あれ全本当に見てないんだよね。最近アニメはなんだろう、何見てるかな、もうね結構見ててね、好きなものがね幅広くなっちゃった。
パルパルすげえな、本当に浜名湖パル、浜名湖パルパル様様ですよ、本当に感謝。見落としてるのなんでかな。そう、あと私は静岡で個人的に分ぐらい1位2位ぐらいかなに好きなのは、好きな場所は熱海です。そう、熱海は本当に好きです。なんかもう食べ物も、その食べ物も美味しかったし、温泉の温泉のっていう旅行先の食べ物も美味しかったし、あともうね、温泉がすごい、海が見えたりとかしてもうすごい綺麗だったの覚えてる。パルパルって名前が可愛い、確かに確かに可愛い。漫画とか読むよ。最近は、ね、読んでないけどね、前まではね、あの自爆少年花子くんっていうね、いう漫画を見た、今アニメやってると思うけど、熱海プリン、あ、そう、熱海プリンをね、メンバーとかとそのパーティーズで行った時に、そう、マリンポと小春と一緒に食べた。熱海は最近、うん、本当に年代関係なく人気だよね。カズさんありがとう、釣り東京タワーだ、いや、ありがとう、すごいギフト、すごいな、たくさんあるんだ、すごい増えてるポイント、ありがとうございます本当に。静岡の自慢できるところ、なんだろう、なんかたくさん、なんだろう、から、なんていうんだろう、自然が多いっていうのもあるし、運動神経良くなると思う。ちょ、意味わかんないかもしれない。だってなんかひなとかもなんか足速いじゃん。で、私も走るの好きだから、なんか運動神経いい人多いのかなって思ってる。勝手に。もーちゃん先生最高。あ、ありがとう。巨大クラッカーって。ありがとう。そう。この巻きは、一回巻いてから、そう、緩くし、最近緩い巻きにはまってて、巻きの中でも、串で溶かして、こうやって。そう、せっかく巻いた串、せっかく巻いた巻きを串で溶かすといい感じにふわってするの。うなぎボン、あ、それダメなの食べない、ああいうの、なんかあれはね結構無理かも。ああいう系ではなくてうなぎが好き。うなぎ、静岡の有名人、静岡の広瀬すずさんとかかな。次 YouTube で辛いラーメン食べる動画上げて。辛いラーメン食べれないよラーメンか、うん、でもあれは食べれた、チーズダッカルビとかは食べれましたよ。そう、結構昔に。そう、ゆるまきいい感じ、ありがとう。はじめ社長さん、有名人、有名人だと思います、有名 YouTuber さん。そう、ダメなんでしょ、ああいう星炊きっていうのが、なんて言うんだろう、ああいう系なの。あ、長澤まさみさんもそうですよ。うなぎパイ美味しかったね。うなぎパイ美味しいですよね、本当に、マジで本当に好き。いつ食べてもね、あー美味しいってなる。あ、そうなの、メンタリスト大悟、あ、そうなんだ、知らなかった、それは初耳だったの。推し麺何のですか？お、たちさんいらっしゃい。ももちゃん、富士山の、あ、そう、そうそうそう。静岡来る人は、富士山に登って見るのもありだと思う。いや、絶対記念になると思う。あ、ない、ないんですけど、私は。ないけど、なんか、登ったら、なんかもう達成感すごそう。めっちゃ大変だと思うけど、自分じゃ多分無理。だけど、まあ、登ったらなんか一生の思い出になりそうだなとは思う。なんか一生の間には登ってみたい差はあるね。ないないよ、怖いよ。あ、ね、落ちたら どうしようって思っちゃうもん、怖い。アイドルの足前ふわふわじゃなくてもいいよ。でも、もうみんな可愛いから決めれないんだけど、でもふわふわメンバーもうみんな可愛いから、もうみんな推し、ほんと可愛い。どこのアイドルさん見てもマジ可愛くて、もう比べられない。誰が一番だか、ももちゃんのツインテール最強すぎ、本当ありがとう
そう、前髪薄くしたんだけど気づいてるかな、だいぶ前からなんだけど、頑張ってこっちにね、もともとあった前髪を分けてます。スクショタイムは終わるちょっと前にやろうかなって思ってます。今登ったことある風なおすすめのめっちゃあれだね、登ってみればみたいな感じだよね。そう、自分はないんですよ、自分はないけど、なんかね、登ったらなんかありそう、その登った先になんかね、ありそう。あけ、伊沢さん、あけおめ、伊沢ちゃん、好きなお寿司のネタ、私お寿司がねあまり好きではなくてですね、あの納豆ですね、一番だったら納豆です。グラビアの撮影は緊張、いや最初はやっぱり緊張したけど、でも最近は本当に自分をどう映すか、映りを良くするかっていうことにを意識して撮影してます。おすすめのメイク用品はこのリップ、これティントなんですけど、そうエチュードハウスのティント使ってます。それが結構発色良くて、なんかティント嫌だよっていう方多いんですけど、私は好きです、ずっと使っちゃう、本当に落ちないし。ももちゃん40年初めて知りました、おーありがとうございます、やんちゃんからありがとうございます。これからも頑張るのでよろしくお願いします。プロだ全然プロじゃないんですけど、まあ、頑張んなきゃって感じです。明日お母さん誕生日、あーそれは大変だ、お花とか喜びそう。おすすめのリップはティント、そうエンチュードハーサンティントとか、あと私がなんか発色とか気になるなと思った時にずっと使ってるやつあるんですけど、そう、それもティントなんですけど、本当にティントはね落ちないから本当に使いやすい、ただ乾燥する、本当に今めっちゃパサパサ。バーニちゃん、あなんか名前は聞いたことあるかも、定期的にグラビア見ちゃいます、ありがとう、ぜひ見てください。ももちゃんって卒業できるか心配、いや大丈夫、できるんで大丈夫です、こう見えてもできるんで。あカツくんさんありがとうございます、テレビはかわいい、ありがとうございます。スカットジャパン、んスカットジャパンでグラビアどっちもかわいい、 ありがとうございます。ももちゃんも乾燥する、もうすごい乾燥するから、もう肌とかもすごい気にしてる。グラビアって恥ずかしい、いや恥ずかしい、うーん、なんか最初はちょっとなんか緊張するみたいななんかあったけど、でも今はない、頭いい、わかんない自分で頭いいとか言えないわかんない、ご想像にお任せします。次はどの雑誌に記載される、いやまだわかんないでね、はい、報告を待ってください。ももちゃん、あ、まにっこさん、あきおめ、そうだね、もうあきおめか、もう全然なんかそんな感じしない、てかもう48分、やばい、30分ってほんと短いよね、ほんとにやばい。ももちゃん卒業式できると、ほんとにもう今のねこの状況でどうなるかほんとにわかんないからね、ほんとに、ね、無事ね学校のみんなと迎えられたらいいんですけど。ももちゃん髪の毛染めないの、うーん、卒業したらかな、今はねちょっとずっと黒でいなきゃいけない。あ、しおりありがとう、かわいい、うちはありがとうございます。そう、自粛期間何してる、アニメずっと見てます。あ、最近ヒロアカを見始めてて、今はねどんぐらいだろう、あの全然見てない、本当に10何話とかしか見てないんですけど、そんぐらい見てます。加工してる、わかんない、これオリジナルってやつだった、これかな、そうヒロアカってやつを見てますね。ヒロアカ見てる、ありがとう、ありがとうじゃないいやヒロアカね、なんかもうずっとみんな面白いって言ってたんです、言ってたけど全然見る気がなくて、最近やっと見始めました。去年は諦めしたのが最後なので、今年は諦めさえできないかな、確かにそれはある。染めるのは何色がいい、ちょっとなんか
ピンク系アッシュみたいなのもしてみたいんですけど、まあ多分茶色とかすごい無難な茶色になります。シースルーっていう前髪、そうです、シースルーですよこれ一応なんか乱れてるとか思わないでくださいね。ちゃんとあの綺麗に整えてある状態でこれなんで。イエベブルベ、あそれなんか友達にも言われたの、何なんだろう、それわかんないんだよね自分じゃ。あ、伊沢ちゃんケーキ、おーすごい、ありがとう。サラちゃんが赤、あー私明るいのあんまりしないからな、どうなんだろう、やってみたさはある。アニメ最近プレイタの傷、プレイタの傷が、え初めて聞いた、そう、え見てみます。もんちゃんイエベ、あイエベなんだ、そうなんだ、どうやってわかるんだろうねそれ。は肌が黄色いってこと？えめっちゃ白になるように頑張ってるんだけどな。あら思い切ってめっちゃ、ん？思い切って鬼滅の色にしてみた。どういう色？ふわふわリモートでひなと、あ話すよ。そうみんなで話してね。久々に顔見て、おひさおひさでなんだ。おあ明智っちさんありがとうございます。買ったケーキ。イエーイ。その前髪外に出たら、えもう絶対大変、薄いからさ、もうこれで保つの、そうこの。で家の中でも保ってこれだからさ、もうないよ多分前髪。まなちゃん金髪とか白に近い、あーなんかね白髪っていうのしてみたいんだけど、そう好きなアニメのキャラが白髪だから、そうやってみたいとは思うけど、そう白にね母影って定期的に、あ結構ねみんなとねグループ電話する。ハンターハンターテイク、あもう最後まで見ましたよ、アニメ、アニメ漫画の方は見てないんですけど、ハンターハンター全部見ました。もう本当に早く次は見たい。あバラありがとうございます。そう最近ハマってんのはワールドトリガーってやつなんですよ。最近っていうかまあそうですね。仲のいいメンバーは仲いいサナかな、てかみんな仲いいからね、一人特定はいないかな。つかっちゃんこんばんは、配信してくれて、あこんばんは。好きな服の、好きな服のコスメは、好きなコスメは、好きなコスメは、好きなコスメ、ねアイシャドウのジルスチュアートのアイシャドウかな。最近は何を考えて生きてますか。特に何も考えてないです。ワールドトリガー好き、面白いね本当に。あのレプリカと久我ゆうまのコンビが好き私は。ルチャマルってうるさい、いやうるさいっていうかなんかすごい元気で、なんかもう見てるこっちが楽しくなる。ワートリは面白い、それは本当に面白い、本当に面白い、もうね本当素晴らしい。あ招き猫ありがとう。てかもう時間がやばいよ、こんな少ないんだね時間。最近つかもおさらファッションがガーリーな気がする。そうかな、確かにガーリー系多いかも。ひねが違う、2月は毎日やる、そうなんですよ。だから明日もメンバーやるし、その次も日もやるしっていう感じでどんどん回ってきます。いやなんか、あそう、あのクガリーもそうなんですけど、あの一番はハンターハンターのキラーって人が好きです。おしおりありがとう。あ、カズくんさんありがとう。いつからイネブでカラオケ配信して、あ、え、そうカラオケ配信、すごい、そんなのあるんだ。キタロウさん、あ、マネキネコありがとう。カチャのトーク、言葉の選び方がめっちゃおもろーで好きそのおもろーも面白いけどね、あんま使ってる人見たことないおもろいってか分かるけど。皆さんありがとうポイント、ほんとあと1分だよ、わー早いよ、やばすぎ。だってコナンの好きなキャラ、もう分かんない、コナンくんしか知らないコナンくんしか知らん、マジで。あ、キャンディーとかありがとう、本当にマジで。あ、キャンディーありがとう、カレーナブさん早いの、本当に早いよね。1時間だったらもっとまったりできる、スクショしないと、それ確かに。いや、スクショタイムします。ヒソカ好き、ヒソカなんか闇系だよね、なんか怖い、何考えてるか分かんない系だよね。お15分にあった、あじゃあ1回よ
ポイント数見てみよう。じゃん、あ、カズさんです、おめでとうございます。そうで、これをスクショしてください、その自分が1位っていうのをね。そしてそうで、1位の方には私のあの直筆クリアファイルがプレゼントされます。ぜひ受け取ってください、大事に書くので、ね、皆さん1位じゃない方もね、皆さん本当にポイントありがとうございます、嬉しいです。本当にてか来てくれるだけで嬉しいよね、本当ありがとう。めっちゃ楽しかった、なんかめっちゃ早口だからさ、もう喉乾きまくってろれつ回らないな。このいや許可取らないとダメなんですよ。そうだからね、またやるときはねちゃんと事前に報告してね、準備万端でやります。あ、そうだ、スクショタイム、そうオタクだけど、そうかな、アニメオタクだからかな。じゃあスクショタイムいきます。なんかポーズあったら言ってくださいね。じゃあ私もう本当かな、あれ、無音じわる、いいかな、あ、指ハート、シナモンポーズ、シナモンポーズって多分これかな、これかな、なんだろう、横顔もいや、やばくない、横顔、イエイイエイイエイ、すごい照明を変えてから すごいいい感じ、買ったんですよ、すごいいい感じに、ファーファーポーズ、これ腕きついんだよな、そう、ここが硬いからやばい、ウインク、やばい、あと3分、ほんと楽しかった、じゃあここで終了で、ワン、はい、もう皆さん本当に短い間だったんですけどありがとうございますね、いつも来てくれる方もいたし、初めてって方もいて、すごい嬉しかった、本当にありがとうございますね。ポイントもね、めっちゃやばい、本当にありがとうございます、本当に嬉しい、1位じゃなかった方もね、1位の方もおめでとうございます、本当にやっとね、短い、本当短いね、30分って。またね、そう、毎日みんなでん人が変わってメンバーが変わって配信するので、また私の時とかね、ぜひメンバーの時も来てください。そう、それで明日のラインライブはあゆみで、お題はね私が考えたんですよ。そう、あゆみのナイトルーティーン、女子力高いからね、やっぱ知りたいじゃん、だからあゆみのナイトルーティーンと、そう、アニメ好きとしてね、そう、アニメ好きなアニメとおすすめのアニメをね、ちょっとあゆみに紹介してもらおうかなと思って、そう、お題を、この2つのお題を出したのでね、ぜひ皆さん明日のラインライブも来てください。あゆみのラインライブ、お題まだ言っちゃダメ、あ、いや、言っていいと思うよ、多分、うん、そう、お題の見ながらこれから前進する、ありがとう、なんか見えるのかな、そう、月にね、そう、メンバーがたくさん入れ替わってるので、もう日替わりでふわふわメンバーを見れるっていうね、そう、素敵な企画、本当にありがとうございます。本当に今は、本当にありがとうございました。ピカチュウもね、ピカピカ、待って、久々に会ったからちょっとできなくなっちゃったかも。盛りだくさん、そう、盛りだくさんなの、だから毎日飽きずに暇せずにできます。はい、ということでね、はい、そんな感じかな、ありがとうございます、本当に。そう、またねツイートするので皆さん見てくれたら嬉しいです。
あ、もうジジだ、やばい、延長してダメだそれは。じゃあ皆さん本当にありがとうございました。バイバーイ、気をつけてくださいね、寒いので最近。バイバーイ、似てた、ありがとう、バイバーイ、おやすみなさーい。